疲れた。<laughs> 超疲れた。眠たい <laughs>、はあ。昨日の声楽しかった。ありがとう。でこちらこそ、ありがとうね。<laughs> 昨日飲みをくれてありがとう。こちらこそです。ありがとうございます。 どうしたなんか静かじなん。て <laughs> ちょっとその経緯を話しますとよいしょまず今日レッスンを終えてレッスンを終えてそれでそのあとにメンバーちょっとまあ全員ではな3期生全員ではなかったんですけどまあ 大多数の三期生メンバーでお芋だもんを食べに行きまして私,私にとって初めてのお芋だもんでとても楽しかったですねそれを食べてでコスメとか買ってでプリクラ取ってそれであの取ってそこから焼肉に行きまして焼肉を食べて で今帰ってきましたうん本当は8時に間に合わない余裕だ予定だったんですけどギーンギリギリ来ました <laughs> 遊び疲れたんじゃなくて。 わかんないないんかなんか大変だったいろいろ森ドックさんだったら何買ったん紹介して OK 食べ疲れたのかえ分かんないけどなんかお腹が異変を起こしてます今それで今こんなテンションなの <laughs> そうなんか異変を起こしてるあれで初めて見る服あっこれはえっとこれが半袖でこれが普通にパーカーそしてこれコートです <laughs> コート着てる寒いなぜならあの今こういう時こそ暖房つけたいのに暖房がないんですよスイッチがスイッチがないから無理だから もうしょうがないコート着て配信するしかない <laughs> 暖房暖房のリモコンがないんですあら、ね、で私が買ったのがあ柴田市のなんだっけ諏訪神社に行ってきてえ本当ですかありがとうございますちょっとこれを紹介したくてなんか初めて買ったんですよねこのメーカー ななんんてて書いいあるか読めないんですけどキスっていうリップクリームです。新色コベルちゃんが見せてありがとうねリップそうキススライトルージュってやつなんかこれ面白くてなんかこれ良さそうだなっていうよりなんか面白いんですよ見てほしいこれをガチャンってやるとまず蓋が開くじゃないですか 相手じゃん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 出て,てこれあれで下げるだけだよこれをこ下げるだけででビヨーンって,って次バーって出てくるのすごくないですかでこれ戻す時はこれをピヨーってやればいいだけなんなのこれこういうやつが面白くて買ってみました別になんかね色とか全然気にしてないけど面白そうだから買ってみたえすごいよね びっくりしちゃったこれ1800円もしたんですよ今も今来たけど持ってるのマイクの代わりだと思ったら違います <laughs> リップリップリップすごいよねびっくりした地味に高いんですけど初めてこんな高いリップを自分で買った買いましたしそれと あともう1個だけ買った2つ買ったんですけど次こちらコリンココットンキャンディコットンキャンディカプセルメイクアップブラシってやつですね面白そうだから買ってみるベルちゃん素敵 <laughs> そうこういうような仕組みとか大好きなものでちょっと見てみっかなんかこれは もともとなんか夏つちゃんと萌えちゃんが使っててこのブラシをなんだろうなと思ってちょっとこれも性質が面白いんですねパケがいごめんパケがいってなんだろう <laughs> あちょっと待ってさっきのリップ塗ってみようまだ塗ったことないんだ細っ何このリップ細っ折りそうこれどんな色すんだこれ どんな色するあこういう感じかパッケージがあ、そういうことかこれはなんだろうその見本を見て決めましたあいい感じなんかツヤが地味にあってあいいかもしれないありがとうございます <laughs> ありがとうございます <laughs> でこれはねであの私がこれを持ってきていやこれなんか萌、うん、ちゃんとなつきちゃんが 買っっっっててててたたたんんだだよよねねみたいなことん持言私も買ってみるわって言ったらゆきちゃん「えそれも欲しい欲しい欲しい」みたいなって言って2人で同じの買いましたでこれはこれも性質がすごくてまずポンって開けてなんかえな何これ声帯機分かんないけどなんかここがすごいんですよだからこれチークなのかななんかもともと私ブラシが欲しくてこんな感じで。 先端ピンクなのがいいですよしまい方は分からないけどこんなか <laughs> どうするんだろう <laughs> しまい方は分からない <laughs> えしまえるこれあしまえるえしまえなくない待ってしまえないしまえない待ってこれどうやってのみんな<笑><笑>こうなるちょっと待ってえどうすればいいんだろうえ しまうなってことこれ開け,た開けた私が悪かったまんこうやってベルしかそ成長するんかえそうそう成長とかのもんってことじゃなくて分かんないえこれって使っちゃダメだったやつこのブラシ <laughs> 開けるなってことそれとももうバサっていっちゃっていいのかなこのままそしたら毛はさ 動かないって。こういうこと？え、神よ。聞いてください。こうやこれをさ、こうやって上げて、しまって。え、神じゃない？ちっもうもう一回やるんです。みんなのためにもちょっともう一回もう一回言ってあげるね。 あ、できないってことはこれをえ、え、いや、いや、ちゃ,ちゃうねんそっちじゃないねえ、勢いが良すぎたちょっと待って, <laughs> ちょっと待ってみんなが今感動してゃのにさこっちがちょっと感動できなくなっちゃったまあいいや置いといてこれこうやってこうやればはぁ、なにこれ誰開発した人ちょっと感謝を述べたい直接 やばいえしかもこっちはこっちはなんかこういう穴があってぴょんぴょんぴょんと収納できておいちュちュちュジュやめてやめてやめてでこれは普通にねポーンってできるやったー素敵なーこれもね何したんだこれ何したんだろうねわかんない値段見てないんですけど2000円くらいかな <laughs> 1300円なだ千三百円ぐらい 円1200円とか1300円とかやった気がするえいいですね非常にいいなんかこれロフトで買いましたいやーちょっと待ってやっぱり取れない <laughs>、えー、これ開発した人ぜひとも直接感謝を述べたいいいですねはあ帰んない いいですねはいそれではこちらを買いました <laughs> 楽しかったですね今日はとてもとても <laughs> いやああ お気になりましたか、全くです。全くお気に,入りになってない。え、なにこれ。今日らしいです。すごい、今日が出た。ありがとうございます。こんばんは。あきおめ。 今日出ました今日はちゃんと柱柱除けしてきたから明日は柱回避多分 <laughs> ね本当にあ新州公演新州公演後から初初配信ですね昨日は新州公演ありがとうございましたとってもあの楽しかったです お見送りは結構私的にいいお見送りだった気がします明日行きたかったっけど冬休み久しぶりえ明日冬休み久しぶりなの本当に宿題は終わりましたかみえみえの配信ね一回も出なかった今日 <laughs> 今日今日ってあんまりないよねなんか私もさおみ,お,おみくじとかって大体大,大吉じゃねってよく思ってるやっぱりさお見送りってさでもさその大体その先輩方が座って2列編成になってて昨日の信州公演のお見送りはで私たちが2列目で先輩たちが1列目で座っていて 2列目で立って手振るみたいな感じだったんですけど全部視線がね視線が全部先輩の方で私も頑張らなきゃなって思いましたベルシの声見に行こうかなえー、嬉しい待ってますね <laughs> ちゃんと挨拶できたんだけど 頑張って目合わせようとするけどやっぱり目が合わなくて下の方に目線がいっててお見送りも最高で湧き散らかしそうなった <laughs> 嬉しい視線開くんだよねそうそうそう人数変わった多かったそうそうそう2列だとやっぱりね目線が目が合わなかったりうんやっぱりいつか私も1列目まで行きたいなと 昨日の見送り目線が大変だったんだよね <laughs> 手したらちゃんと手で返してくれるところ好きよ <laughs> やった <laughs> 全国ツアーまたやってくれてありがとうあそうですねツアーツアーって結構いいですよねだってなんかさ NGT のファンの方って結構関東方面の方多くないですかっていう印象がよくあってですね そんなことないですか。新潟県民の方、<laughs> 関東の方多いなって思ってるよ。関東、お、そうなんですね。結構えなんかさ、なんか噂で聞くと、あ、事故に警戒しました。ありがとうございます。噂で聞くと、なんかなんだっけ、なんか東京から新潟の新幹線がなんか短くなるみたいな、3月から短くなるみたいな。 の聞いたんですけど、本当ですか。関東です。あ、き、やっぱり新潟の方もたくさんいますね。ありがとうございます。新潟と関東が多いの。だから。なんか今度また東京とか、ま東京、ツアーとかじゃなくても、まあ、東京とかで。皆さんとお会いできたらなって。思います。ちょっとだけ時間短く、ね、なんか。なんだっけ。 なんか新幹線が3月からなんか何かがなって1時間ちょっと時間ちょっとになるらしいです全部新しい車両に統一されるえマジですかすごい鉄道会社の方奮発しましたねすごい新しい車両え待ってそれは一番に乗りたい <laughs> なんかさ新しい車両とかなんか新しいバスとか新しい電車とかさ ななんんか大好きなんですよねそういうの最高,速度最高速度かじゃあ通常速度はそんな変わんないってこと分からないけど奮発って <laughs> えでもそうじゃないじゃないですかこんばんは。 えちょっと乗ってみたいですね早く新幹線よいしょ車雪で大変ああそうですよなんかさ私のところも降ったりやんだりが <laughs> 雪降ったりやんだりするんですよねどういう天気なんていう。 高速バスも時短してしいね高速バスはさすがになんないんじゃないかな、うん、道路道路工事って結構長引くじゃないですか何年何十年かかりそうだけど勤頑張ってますお頑張ってください入った <laughs> 明日やばいんだっけ雪えわかんないも雪雪とかよくわかんないんだけどうん降りそうですね明日雪は。 でも例年より雪少なくなくい本当にえでも去年がなんか少なすぎて今年はすごくなんか頻繁に雪降るなっていう印象うん何これお年玉キャンペーン今お年玉キャンペーンなんかやってるんですかなんかさなんかさタワーで見たんだけどさなんかタワーすご,いもうすごいものありませんかなんか何んだっけなんかすごいやつがあった気がする 寒寒いの嫌ださっっきも寒かった <laughs> 私もめっちゃ寒い今もさ室内にいるはずなのにさこれだけでも寒いんですコート着てても寒いお出かけ帰りはいさっきメンバーとね焼肉に行って帰ってきましたなんか初めてだったんですよなんか結構私にとって結構大人数でなんかどっかに行くっていうことをして。 今も雪降ってるよんんそうなんだ触覚が素晴らしい出来いや触覚好きですね <laughs> 触覚でも私触覚ちょっとなくなっちゃってなんかダマができたから取ろうと思ったらなんか触覚ボーンってバーンって取れちゃってなんだとかんだか取り戻せたからよかった焼肉メンバー誰ですか えー、リリノちゃんハルちゃんイソベルは、えー、スモム,ムちゃんユキちゃんです収穫できるものいやなんかダマできててさ多分寝癖かな寝癖とかでこうって「うん」ってってみたらなんかめっちゃ取れちゃった <laughs> すごいたくさん語り合いました でも楽しかったですね <laughs> なんかさそのタクシーを乗ってみたんですけど私初めてなんだろうなんか「よしタクシー乗ろう」っていうなんかなんだろうプライベートでタクシー乗ったこと初めてで今日が <laughs> もうそれが嬉しくてしょうがなくてうんそれはウキウキしてました <laughs>。 <laughs> プライベートでタクシー乗ったことが初めてなの部活の応援帰りみたいななんで応援帰りなんですか応援したの <laughs> そうかもしれないレッスンレッスン終わった後のさレッスン着だから一応だからすごいダサい格好してます 手あげたんじゃなくてなんかいて乗ったみたいなでなんか5人乗りがあってびっくりしちゃって感動しちゃったんですよタクシーで5人乗りがあったんですなんか最初はなん,かなんか4人乗りばっかりじゃないですかタクシーってだからまあ二三二三で分かれるかみたいな4人,4人1人じゃないからと思って二三になろうと思ったんだけどなんか 5人乗りますよみたいに言われて「えっ!」ってなってそしたらなんかほぼトランクほぼトランクみたいなところになんか一人乗れてびっくりしましたでそこには「はるちゃんはるちゃんはるちゃん後ろはるちゃん後ろ」って言って <laughs> はるちゃんはその5人乗りのところにね一番後ろにポンって放り投げて楽しかっためっちゃ ハルちゃんのことトランクって言ってました。ええトランクトランクえトランクがなんか喋ってる。<laughs> え違うなんか違うのなんかトランクじゃないんだけど、まあ本来トラントランクみたいなところがある場所に乗れてちゃんと普通に何椅子があって六人乗りじゃないの五人乗り シャンボタクシーじゃないんだよね普通の車なの普通の大きさロアシ助手席ううん、うん、助手席じゃない後ろの方だった2列目っていうのかなはるちゃん友達になってあげて、ね、<laughs> いやめっちゃみんなでいじりまくりました「おい!」って何回も言われた。 でなんかその後ろに後ろにテレビが見られ豪華で,で,でびっくりしちゃってほ本当にびっくりしちゃったんですけどなんか後ろにテレビがあってなんかその時なんだろうなんか何かにちょっと語ってんかさなんだっけなんかお金経済のことについて喋っててなんか1人10万円みたいなのあったじゃないですかあのコロナ禍でみたいなあったと思うんですけど。 運転手入れると6人乗りいやう2列目でも3人乗れたから7人乗りっちゃ七人乗りかそうタクシー後ろにテレビがあってそのんか10万円みたいなそれが5000円がなんちゃらかんちゃらみたいにしてたんですね私よく分かんなかったんですけど <laughs> そういうのマジマジ無理でなんか5000円がなんちゃらかんちゃらみたいなそしたらなんかリリのちゃんがリリノちゃんがその助手席にいてで助手席は テレビついててなくてまつけれたんでと思うんですけど助手席はついてなくてテレビがで後ろのに2列目は見れたんですテレビがそしたらなんかりりのちゃんがそれなんかラジオ風にみたいに聞いてて語りだしたんですねそこその場でんか <laughs> んか違えちゃうんじゃないねえ、ね、みたいなで喋ってたらそしたらそのタクシーの運転手さんが「えあのテレビつけますか?」みたいな。 言ってて、あ、大丈夫です、大丈夫ですって言ってました。面白かったですね。リリノちゃんがラジオ感覚で、それについて語ってて、びっくりした。ラジ、え、私、本当にラジオって頭に入んないんですね。やっぱり画面がないと、無理なんでするわ。星五十個お届けです。ありがとうございます。そう。 それでねまさかのタクシー代タクシーってめっちゃ高いと思うんですよもうそういうイメージしかなかったんですけど100何円で済みました <laughs> 5等分し100何円で済みました <laughs> びっくりしたバスより安いやんって思って <laughs> ビビりましたやばくない 感動してちょっと涙が出そうでしたそうルアシめっちゃケチな人だからうわ絶対高いだろうなと思ったんだけど子供料金うん普通の料金まあ5人いればねそうまさか5人いるになると思わなかったからね <laughs> 5人乗れると思わなかったあそうだ今日お参りしようって言ったの忘れてたのお参りやべ今んでこう いやなんかそういう5人乗りの楽しさを知ってしまったので今度そのタクシー乗れ乗れ,れば乗りたいと思いますまた使いたいぜひともいや本当に親切な方でびっくりした焼肉ではルアはほとんどほとんどアイスとか食べてましたずっとバニラアイス食べてた バニラアイス食べてあのなんかチーズかけ放題みたいなのあってなんか「チーズストップ」って言ってくださいみたいな言われてで前も行ったんですね前も行ったことがあってその時チーズかけ放題で最後まで行ったんですもうチーズなくなるまで <laughs> ずっとストップ言わずに <laughs> だけどそれでちょっと苦い思い出をしたのでちょっと3回。 3回よいしょって言われてあストップでって言いましたベルちゃんのアクスタ持ち歩いたけどめちゃくちゃかわい友達にもかわいい友達もかわいいって言ってたよえー、嬉しいありがとうございます焼肉屋でアイスいやーアイスでしょ絶対 <laughs> <laughs> チーズめっちゃおいしかったいやなんかね全部私はお肉は産地に 山中と一緒に食べましたなんか普段ある、あのー、野菜食べないからで今日もずっとお肉食べてたらやばいなと思ったのでちょっと野菜を取り入れてみて山中食べましたあサン山中か山中山中ではないってことはわかる <laughs> 山中ではないですね山中ではないです いや変換間違えたな本当に勘弁してください。今までその山中ってその感じだと思ってて。うん、山中に行く。パクチー食べれるいや、でもなんかね、好きじゃないけど食べれます。食べ物全般そうです。好きじゃないけどっていうやつよくある。苦手でもないし、ただ普通に好きじゃないけど食べれるっていうのよくあります。山中って何え、私がちょっとあの、 なんかメール書いた時になんかサンチュの話ししたんですね。山中って今まで私山中だと思っててで、変換も山中だと思ってたんですね。漢字で。漢字で山中だと思って、それをメールで打ったらなんかまさかのカタカナで山中で <laughs>。それでファンの方に教えていただいて初めて分かったことなんですけど。びっくりしちゃって恥ずかしかったですね。 ごめん今日はそろそろ抜けるのありがとうあこちらこそありがとうございますさっきお寿司屋でコーンを食べてきてお本当ですか今日なんか焼肉屋さんでスモモちゃんがコーンのやつ食べてた私今日そういえばコーン食べてないよ今日食べればよかったなベエルちゃんこんばんはこんばんはナムルってナムルって何だろう 多分いけるとも思います。すごい。じゃじゃん。中吉。<laughs> ありがとうございます。あこんばんはテテロップないのテロップ書こうかな。<laughs> ヤばいもの映ったね、カメラ変わったいや別に何もおかしいものないからいいんだけどえ、めっちゃ服映ったよね絶対それだけは思う見てない見てない <laughs> いや可愛いっありがとうございますえ、全然でもダメなもの映ってないからいいんですけどすみません 変なもの映りました。<laughs> 前にもあったんだよね。80万ポイントで旅行券。えー、旅行行けるんですか？ディスなんか旅旅する系大好きなんですよね。何も見えなかった。本当に気にしないでください。あの、多分半分はこのリングライトになってました。多分表。思って 全然すみま、全然すみませんとかしか、全然すみません。シャロップ何にしようかな。可愛い,い部屋だとか大丈夫、早かった。え、そんなに変なの映ったの、私。だらえ、何もないけど。ただ、服、服山盛りなの、服山盛りなのが映ってるのと。あと、なんだろう。<laughs> <laughs> あとちょっとあのベッドの上があの布団がめっちゃあれですね散乱してるだけです旅行行きたいな旅一人旅したいねえ私もちょっと旅してみたいえいいな外壁に増してね増して貼ってみようかな マステ、えー、マステか、やってみたいと思います。うんベッドの上にぬいぐるみとか置くタイプ？置かないタイプあでも置いてあるかもぬいぐるみじゃないけどなんかクッション置いてありますねそこに。 けど全然全然置く時もなんか置いてあるって時がよくあります <laughs> 今日のぬいぬいはぜひ花江ちゃんやないかいそれラッシュ少年公演あったってから今新幹線の切符の宿泊先のせっ焼き先の手配をしてきておありがとうございます <laughs> ぬいぬい嫌いなのいやそんなことないですぬいぐるみんだろう ネイグルメといえば私これですね大好きマフィーちゃんいや今日も可愛いね可愛い,い <laughs> こんな格好でこんなことね <laughs> 隣になるのはちょっと嫌なんですけどあとおじさんもいますおじさんおじさんがいるんだちょっと待っててね <laughs> 下コート取ってるのバレてるやないかいこれ完全にダサいのバレとるやないかいちょっと待っててくださいね なにこれすごい, <laughs> い,てていてててててちょっとコートコートバレておるやないかいちょっと気にしないでください <laughs> おじさんがいましてじゃじゃんはかい,いおじさん この子は何だろう昔昔何だろう何かでゲットしたやつな,なんかクリーンゲームとかでなんか撮ったやつなんですよねなんかなんかのキャラクターってことでもなくておじぱんでしたおじさんじゃなかったおじぱんでした <laughs> おじぱんですねおじさんなパンダだって ええー、非売品なんだ、なんで非売品なの。お。じゃじゃん。中吉、おめでとうございます。ジッパー、みんな写真撮って。ありがとうございます。<laughs> この子は本当に小、小学五年生くらいの時から。ずっと。 の部屋の隅っこにあのホオリホ投げさせられてるあのパンダです。この、そう頭三本してなの。これ絶対髪の毛ないよね <laughs>。髪の毛ないよねこれ。三本。そう隅っこ暮らしずっとしてたマジで。 一回もおじぱんを愛さなかった気がする <laughs> ゲットしてからもうずっと端っこにいた波平みたいなのわかるお年玉のキャンペーンって何なんだろうさっきからわかんないなおじぱんってそう,いうことかそうおじさんパンだってことで かなかも好きですいで見てちょっとなんかなんかお部屋にあったんですけどこれやってみたい内側柔らかボア足元ポカポカ脱げにくいバンド付きえ待ってこれは嬉しいですねちょっとやってみようと思う。 いや待ってハサミあるやないかハサミハサミないハサミない無理です今度やります <laughs> えっこれあれですよねルームシューズってやつえっすごいルームシューズだ私スリッパなくてしかも今冬じゃないですかとてもありがたいすごい今度使いたいと思います今ぴったりだなと思ったんだけどハサミが近くにいない <laughs> ネルムシューズかわいいよねいつかえ買ってない私買ってないいただいたものなのかないただいたものですありがとうございます昨日のハサミの話面白かったよっしゃするかハサミの話えっと聞いてください皆さん 今どのくらいの方が見てるんだろうもし見ててコメントできたらていってコメントしてみてください可愛 <laughs> すぎて困るやった困っ,困ってるのねどのくらいの人が見てるんだいつ使うの今でしょうね。今でしょの、ね、今でしょ,、ね、でしょのノリなんだけどハサミがない事件。時あ見てくださってる方ありがとうございます <laughs> ていかっこぼーってないやんかっこぼーって すごいたくさんの方が見てくださってるありがとうございます最近ロアちゃんバブちゃんええー、なんか言われるんですよなんか私なんか顔バブいねってよく言われるんだけどなんでそんなに顔バブい顔バブい割には私口悪いんですけどね <laughs> あ顔バブい割には口悪い言いにくでも前髪切ったのでちょっとバブくなったかもしれませんんか若返ったロアちゃんチョク赤ちゃんなのわかんないなんでえそんなに赤ちゃんなんか欲してる どこら辺がどこら辺がなの <laughs>。じゃあそれではお話しさせていただこことメールにも書いた話なんですけどまずやらか1個目にやらかしたものはあの乗ろうとしてた乗ろうとしてた車両時刻に行こうとしたんですけど行こうって行ったんですけどまさかのその。 そのなんだろう私がその時刻を見てたあの行き先が違う違う行き先のやつ違う行き先のやつを私はあのんだろう検索をしていてまず集合時間にそれを直前で。 気づいたので集合時間に遅れそうになって焦ったんですけどまあ何とかになりましたまずそれは一つやらかしたこと <laughs> その次にやらかしたこと薬局で薬局でやらかしたんですけどまあなんか友達に誕生日プレゼントを買おうと思って誕生日かプレゼント買おうと思ってだけどそのそももちゃんに足が白くなるクリームをあの いただいてるんい,たい,ていただいてたねいただって貸させていただいてるんですね貸すん借りてる借りてましてでスモ撲ちゃんほぼ使わなくてルアーがよく借りてるのでほぼまあルアーのものなんですけど <laughs> ありがたいことに貸させていただいてるんですけど借りていただいてるんですけど貸させていただいてるかごめんそれ日本語を飛ばすちょっと飛んでと飛ばして <laughs> でそれを探したくてさすがに自分で買おうと思ってさ で、なんか白いクリームっていうことだけは知ってるからめっちゃ探してみるかと思ってもう上から、商品の上から下までもズワってズワって探しててで何十分も探してたんですね仮パカしてない一回一回借りて返して借りて返してを繰り返してる「<laughs> そもちゃん」って言うとさもうさすがに何,何回目も,もう何十回目とかだから「そもちゃん」って言うともう出てくるんですはい。 <laughs> ありがとうっっててよく言ってます <laughs> でそれはさすがに買おうと思ってめっちゃ店内探してたらさすがに怪しいと思われたのか店員さんに「あなんかお探しですか?」みたいな言われて「<laughs> あやべえ」って待って <laughs>「いやあ大丈夫です」って言いました怪しまれたさすがにさすがに上から下までこうやって覗いたら怪しい人だよね <laughs>。 うん、まずちょっと店員さんにちょっと怪しい声をかけられてん私が怪しいと思って多分声をかけられてまずそれを、ね、聞けよって感じだよねわかるだけど白いクリームって言ったら多分いろいろ出てくるんですよあこれこれでは違います違います多分なるからまあでもなくて結局まあ友達の誕生日プレゼント買うかと思って、まあ、なんかその美容系のやつを買って それでお,お会計しましたお会計しまして何円ですって言って払ってありがとうございましたって言われて普通にお金取ってはいありがとうございましたって財布に入れながら帰ってたらなんかお客様みたいに言われては、えー、お客様私!」と思ってそんなの商品忘れてます!」みたいな <laughs> いやまさかまさかのね お金だけ払って商品を忘れてたっていうねやらかしパート2ですよそれはでも急いで急いでもうそこまで商品のところまで行って「すいませんありがとうございますありがとうございます」うますもうその時も結構もうあの,あのお客さん大行列で皆さんも多分あの大行列ってピリピリしてるじゃないですか皆さん早く早く買えないかなってそんな中ね やらかしましてもて恥ずかしくて恥ずかしくてしょうがなかったですね、うん、みんなもあるそういうことあ,あるんだ <laughs> あるあるなんだ <laughs> いやよかあるやんなんかその私なんかお財布が今欲しくてお財布が今新しいの欲しくて探してるんですけどちょっといいのが分からなくてそれで ななんんか折り財布なんで私でも今長財布が欲しくてだけど私も持ってるの折り財布なんですよ折り財布だからめっちゃあの小銭入れづらくてもこうやってこうやって入れてるんですねだからもうそれが多分あの待たせたくなくてっていうので多分その商品を忘れたまま帰ったなと思いますね、まあ、でもすぐ取れの取りになっとん 取り返せたので <laughs> 取り返せたのでよかったです <laughs> 何色かうのえ何色かうのえなんのえかねなんかなんかあれですね桃色みたいな薄ピンクみたいないやつが今気になってる、うん、私だって今お財布何円の 何円のお財布使ってるか分かるよみんな <laughs> みんな私が何円の財布使ってるか分からないでしょちょっとみんなちょっとコメントしてみ <laughs> 予想してみみんな <laughs> メール取り始めてありがとうございます嬉しいなんか最近私のメール取ってくださる方すごく多くて返信返信見ててもすごいね嬉しいですありがとうございます知らん おおおおいやそんな感じか、うん、はい私今何円の使ってるかというと300円の財布使ってます <laughs> やばない普通に考えて普通に考えてやばないいや財布百均じゃない100均じゃない,ゃないでもすごくいいんですね すごくいいんですけど、三百円の財布使ってまして、まあ、理由はいろいろありますんですけど。まず、なんか、すぐにお財布が欲しいっていうのが、まず第一条件。すぐにお財布が欲しい。で。なんか。三百円にしては、すごいいい財布あるなって思って。まず、その値段と、値段と、その質を見たんですね。すごい、なんか。なんか。なんだろうね。なんか、ある意味、その、なんだろう。値段とひ。 なんだろう比例していないというか比例っていうのイコールで結ばれないっていうかいい意味でそうそれでなんか買ってみたくなっちゃって300円のやつで今使ってるんですけどなんか急遽急遽最近は長財布に憧れて <laughs> これを早くとんと届くまで時間かかるしなあーでも 最近は結構すぐ届きますよ皆さんちゃんと届いてるからねありがとうございますね何色の財布何色なんだろうちょっと待ってね <laughs> ちょっとなんか微妙な色なんですよね微妙な色こんな感じの色です <laughs> クリーム色より暗い色みたいな感じ です。な何よって言うんだろうこれ分からん、ね、グレーでは中身公開なんでだよ。<laughs> なんでだよ。<laughs> そうグレージュって言うのかな。かなグレーともないしベージュみたいな感じ。ーベージュとベージュとグレーが合わさったみたいな。 そうだからもうちょっと長財布を今探してますねこれは財布プレゼントすれ、ね、ばえー、ありがとうございます <laughs> おあっという間にあと十分早いですねあってあとにやるかした話もう一個いいですか <laughs> あーやるかした話もう一個すると なんかその後、まあそのままねその商品を忘れて行こうとしたはこう出来事があってもう恥ずかしくて恥ずかしくてすぐ近くのコンビニにね避難したんですよ <laughs>。避難しててそのコンビニがまずなんかめっちゃめっちゃそのドアと近くになるまで開かなくて最初さ最初はもう本当に「えこの店閉まってんのか」くらいの <laughs>。 <laughs> 感じで思っててだけどめっちゃ近くに行ったらやっとセンサーが反応したのかやっとなんかゃんなんかわーって開いてあー開いた開いたよかったよかったよかったと思ってそうそれでなんか前髪を切りたいと思って結局花江ちゃんから借りた糸切りばさみで切ったんですけど前髪 <laughs> だけどそのはさみを買いたいと思った前髪を切るために。 まあ普通のハサミでもいいなと思いながらハサミを探してたらなんかあいいものいいなんかサイズ感のこのこのくらいのハサミで <laughs> サイズ感おかしいんですけどもこんな感じの <laughs> こんな感じのあのハサミでちっちゃいちっちゃいやつねそれであいいじゃんと思ってだけどなんか刃先が丸くてあなんでこれ丸いんだろうと思ってこれ本当に前髪切れんのかなと思って。 思いながらんなんだろうと思って裏見たらまさかの鼻毛用のハサミだったんです <laughs> びっくりしたよねマジでだから先端マリンかって納得したんだけどマジで買うところだったから鼻毛用のハサミ買おうとしちゃってマジであの急いでお店出ました <laughs> マジで。 店員さんにお願いします。って言って会計するところでした。びっくりしちゃったよね <laughs>。鼻毛用のハサミって。まあでも結局まあ。それは買わずにあの普通に100均に行って、次あのコンビニから次100均に行って探したんですけど、やっぱりなくて。結局眉毛用のハサミ。鼻毛じゃなくて、眉毛用のハサミを買って。<laughs> 切ったんですけどでも眉毛のハサミマジで1センチ2センチくらいしか切れなくて本当にもうこれじゃ日が暮れるわってくらいのペースの前髪を切るペースででそしたら困っていたら花枝ちゃんが「私ハサミあるよ」って言ったから「えっマジ助かります神だわ」と思って「神だな」と思って楽しみにウキウキしてたら「はい!」って言われてそしたら出てきたのが糸切りバサミですよ。 あのソーイングセットに入ってあるのは <laughs> んか刃が2本あってこうなってるやつそ,うそれで糸切りばスミいやこれ切れんのかなと思いながら、まあ、一応借りてでこうやってめっちゃ一回一回パチンパチンパチンって,って <laughs> めっちゃ楽屋に音が響きましたね <laughs> そうでもマジ助かったいや 今度からやっぱりあの糸切りばさみ使ってもいいなと思って前髪見て結局見てください皆さん綺麗じゃないですか私の前髪ガタガタじゃないでしょ全然そうよく糸切りばさみで綺麗だと思うこのまま新州公園安心して新州公演出ましたねよかったよかった そうだけど今日はやらかしたことないから全然大丈夫めっちゃマガムかわいいよありがとう <laughs> いや滑らないねいや滑らないねってでもさどうなんだろうねどっちにしろね滑ってても滑ってなくてもだとしてもあのなんだろう 一人一人語りなのでこっちは配信わ <laughs> からないんですよ、ね、髪きれいなんだけどありがとうございます嬉しいハサミでもプレゼント禁止みたいあプレゼント禁止 <laughs> 何のハサミでもプレゼント禁止なのかやっぱりちょっとね皆さんもぜひ花毛用のハサミ聞いてみてくださいあ聞いてみたら買ってみてください <laughs> そいつでもちょっと前髪切ってみてくださいもしかしたらあもし鼻毛用のハサミなんか前髪めっちゃ切れたよって方いたらぜひ教えてくださいもうすぐ買います <laughs> すぐ買ってちょっと鼻毛用のハサミで挑戦してみますわ <laughs> しかもなんか先端丸いとさあの安心する全然当たっても大丈夫じゃないっ了解です <laughs> よろしくお願いします <laughs> いや、やらかしたな。いや、それではね、ちょっと54分ということで、まあ、面白いお話はここまでということでですね。ゆっくり、スクショタイムをしていこうと思います。やばい、急に寒くなってきた。<laughs> うん。ね、まだメール一件も送ってないよね。今思った。今から送りますね。よろしくお願、ね、い楽しみに待っててください。それでは、行きたいと思います。じゃーん となりがとう <laughs> なんだろうあと。<laughs> ハート系しかない目開けてもらってこうなっちゃうね目開けてもらてあ、てえっででででこうなっちゃう。 とだ <laughs> <laughs> んだんなくなってくるちょっと研究しますね目開けたもんあれ可愛 <laughs> すぎるとありがとうガチャ明日からお。楽しみ痛めの時見えてんの全然見えてるだけど笑う時たまにもう目つぶるときあるんですこれはマジで目つぶってるけどこれ目開けてる 可愛い,いわってありがとうございますそれでは男女の方をね読み上げさせていただきたいと思います13位バイケン氏ありがとうございます12位イデジ,ジイ氏ありがとうございます11位ゴリポン氏ありがとうございます10位 P メガネ氏ありがとうございます9位アザラシクジラン氏ありがとうございます8位フルカ氏ありがとうございます 七位ラーマ氏ありがとうございます。六位カナリー氏ありがとうございます。五位シュウちゃん氏ありがとうございます。四位マスオ氏ありがとうございます。三位ハルポン氏ありがとうございます。や、眉毛紙が二、ホーチャン氏ありがとうございます。一位シホ氏ありがとうございます。 嬉しい。明日楽しみにしようね。ありがとう。今日、私がテンション低い中、ありがとうございました。<laughs> 初一のありがとう,、えーありがとうね。よかった。皆さんの前に、配信うん、皆さんを前に配信できて。よかったです。 クッシュタイム中に落ちた本当に <laughs> それでは明日の公演ももし来てくださる方はよろしくお願いしますそれでは終わりたいと思いますバイバーイおやすみ